ディルホーン子爵、マニブラー家の紋章のエスカッシャン部分。ディルホーン子爵は、イギリスの子爵位。連合王国貴族。第四代順弾爵、レジナルド・マニブラーが1964年に除されたのに始まる。マニブラー家に与えられた最初の世襲称号は、庶民院議員エドワード・マニブラーが1866年1月20日に除された連合王国順断爵位。 スタッフスのディルホーン、ホールのマニブラー順断尺である。その総尊にあたる、第四代順断尺サーアレジナルド・エドワード・マニブラーも、保守党の庶民議員となり、保守党政権下で大法官を務めた。その就任のために1962年7月17日に、連合王国貴族爵位のザンプトン州における、トースターのディルホーン断尺に助せられ、貴族院議員となった。 ついで1964年12月7日には、ノーザンプトン州におけるグリーンズのノートンのディルホーン子爵区に助せられた。現在の当主はその息子である、第二代ディルホーン子爵区ジョン・マービン・マニブラーである。なお、見後長官を務め、ガーター勲章を受訓した、マニブラー女男爵、イライザ・マニブラーは、初代ディルホーン子爵区の次女で、現当主の妹である。推定相続人は、 元当主の息子、ジェームズ・エドワード・マニブラーである。ありがとうございます。